この4つの異なる気質の概念は生まれながらの統一されたものであるというアイデアによって20世紀の行動学における2つの主要な視点に疑問を投げかけますと。第1に段階的動機づけの理論と呼ばれるものがありますと。この理論の主要な提唱者であるアブラハム・マズローは、まず私たちは皆さまざまなニーズによって動機づけされており、これらのニーズは満たされるにつれて互いに取って代わると考えました、うん、マズローは言ったと。私たちは物欲的なニーズ、うん、食事、服装、住居から安全ニーズ、安全保護革新へと上り、次に社会的ニーズ、愛、友情、所属へ進み、最後に自尊心のニーズ、うん、自己評価、自己価値、誇り、これ有名ですよね、へ進むのだと、うん、そしてごくわずかな人々、実際にはあまり多くないと示唆したが、自己実現と呼ばれる発展の段階に到達することができ、もはや主要な物理的ニーズや安全、所属、自尊心のニーズに動機づけられることはないと。マズローは完全に自己実現された、啓蒙された個性こそが誰もが人生の最高の目標であると信じているようであり、それに達しない人々もそれにもかかわらず自己実現の潜在的なニーズを抱えており、一度より基本的なニーズを満たすと、それが全体的な動機として爆発するだろうと暗に示唆していました、うん、確かに通常の発達においては私たちは生存のニーズ、安全のニーズ、社会的な結びつきのニーズを満たすための生活を調整し、その後自尊心を実現しようとする興味を持つのは合理的ですと。僕これ読むと、はい、なんかマズローさんそうだよねって、マズローの5段階欲求ですよね、お、はい、そうだよねって思うんですが、さすがデビッド・カーシーは、はい、INTP ですよ、はい、これを多分ここからこれ否定されてますもんね最近。あ、そうなんですか、はい、じゃあ読んでみましょう、はい、すいません。しかしこの点を超え、うん、気質理論は、私たちマズローや他の階層主義者との関係を断つよう忠告しています。なぜなら人々が根本的に異なり、異なるニーズと傾向を持って生まれてくるのであれば、彼らは皆マズローの最後の段階である自己実現に到達するという欲望を共有していないかもしれないからですと。おそらくほとんどの人々さえも共有していないのかもしれません。もちろん全ての自己尊重を持つ必要性はあります。マズローはこれに関して正しいことを述べていました。しかし実際にはほとんどの人々は自己尊重を全く別のものに基づいています。マイヤーズの NF タイプの人だけが自己実現を追求し、真の自己を見つけ、この目標を達成する程度で自己を評価します。したがって自己実現が自己尊重の先にステップであるわけでなく、この自己尊重への一つの道であると気質理論は示唆しています。他の道もあります。例えばフロイトは身体的な快楽がその方法であるといったことは正しいです。しかし彼が想定したように、全ての人にとってではなく、それ自体が目的ではなく、自己尊重の目的としての方法です。 SP 気質の人々は官能的かつ快楽主義的に生きることで自己を高く評価します、うん、ハリー・サリバンも正しかった、うん、社会的地位の安定は重要です、うん、少なくとも一部の人々にとっては自己尊重のためのものです、うんうんうん、SJ 気質の人々は社会の支柱としての評判を得ると自己評価が高まると考えています同様にアルフレッド・アドラーも正しかった。力の追求は私たちを動機づけます。 NT 気質の人々は技術的な力が増すにつれ誇りを持って自己を見つめます。残念なことにマズロー自身が NF タイプであり、他の3つの性格の目標を単に NF の自己実現の目標への未達成の試みとして見てしまったことは誤解でした。はあ、
はい、面白いですね。これは興味深いですね。はいはいはい、そういうことなんですね。うんうん、なんかね、僕はこの場を僕が面白いと思ったことをやっていて、はい、僕が面白いと思った本を取り上げ、うんうんうん、なんでみんな本物の事故を見つめようとしないんだろう。はい、ジュギューズ面白いよね、うん、とても楽しいと思ってやってたんですけど、はい、違ったんですね。何やってんだろうってなるほどね。自己実現って何だろうみたいな感じじゃないですか。言ってよ。多分僕は言ってると思いますよねなるほどね。はい、 そうなんだ。はいはいはい、面白いですね。それぞれ気質によって求めてるものが違うみたいな、はい、うん、うん、でこれを書いた人は、はい、INTP です。はいはい、うん、言ってよ、言いに来てよはい、はい、なるほどね、そういうことなんですね、うん、そもそも欲求がヒエラルヒー的な形である理屈が曖昧。あ、今マズローに対する批判ですね。はい、でまあ今の心理学とかでは、はい、同時に複数持つよねって話ですよ。安全性の欲求も持ちながら、はい、社会的地位も欲しいっていう欲求もあったりとか、自己実現的欲求も同時に持つことがあるよねっていう。マズローはこう段階的に上がっていく、まず安全性が確保されたら次に上がっていくっていう説ですけど、僕多分その辺はね、はい、なんて言うんだろう、なるほどなって聞くのと同時に、はい、なんかね僕の中、ああまあいいや、まあいいやじゃなくて違うんですよ。まあまあがしたい、あーかもしれない、出るのかもしれないですし、うん、もうなんかどっちでもいいじゃんそれはまあまあから来るんですかね、なんですかね、喧嘩しないようにっていう意味なのか分かんないです、はい、多分そうやって49年間生きてきました、うんうん、あれは正しくないとか言っちゃい良くないみたいな、うん、っていうまあまあ的な感じなのかっていう人が多くなると、多分僕は間違いなくこっち側に立ちます、うん、じゃない方に、はいはい、その立つ意味が分かんないって話ですよね、うん、例えばあの喧嘩してる人たちは、うん、まあ、分からなくもないですけど、はいはい、まあ、喧嘩はあんまり良くないよっていう、はい、ただ学説みたいなのって、はい、別にどっちが正しいかって話をしてるだけの話じゃないですか、はいはい、すいません。でこの4つのタイプ理論に挑戦されるであろう、このマズローの挙げた、はい、4つのタイプ理論に挑戦されるだろう、うん、もう一つの視点は、私たちはみんな同じ目標を持っているだけでなく、うん、成長と発達の段階も同じであるというものです、うん、すいません、ちょっとこのまま読みますね、はい、私たちは成熟した人々がある程度特定の態度を持ち、ある程度特定の習慣を持つ必要があり、それを得るために同じ発達段階を経るべきだと幼児期の主要な著者たちを読むと教えられます。このような立場は、まあ、この作者がいろいろ書いてあります、ちょっとこれが読めないので、エリクソンとかピアジェとか、はい、シェリーとか、まあ、いろいろいらっしゃる、顕著な寄稿者の例を挙げると、時には明示的に、常に暗示的のうちに取られました。成熟を定義するこのような戦争には耐えられません。成熟した NF は成熟した SP とは著しく異なります。キツネはキツネがビーバーと異なるように成熟するように、イルカもフクロウと異なる方法で成熟します。ライオンが勇気を経て人生を送るために欲したように、ドロシーというのはオズの魔法使いですね、はい、ドロシーは安全を求め、うん、ブリキの鬼人形は心を求め、うん、カカシは知恵を求めました。すべての種類の生物に対して、うん、同じ成熟の基準を使うことは、このエッセイ全体のポイントを見逃すことになります、うん、キツネの母親が若いビーバーに鶏小屋に忍び込んで太った鶏を盗む技術を教えるなど、うん、考えられないことですし、うん、このような指導を受けることに対するビーバーの驚くべき麻痺を想像することもできますと、うん、もちろんこれは考えられないことですが、親として私たちの多くは子供たちに自分たちを真似るよう促し、自分たちの分身になるよう私たちの足跡を追うよう励まします、うん、ただこのピグマリオンプロジェクトは若者を
私たちの成熟の概念に向かわせることで最大の高みに到達し、最も強烈な影響を与えます。ちょっとこれがすいません、はい、翻訳ツールを使って訳しているので、あ、同じ方法じゃダメですよって話じゃないですか。そうですね、はい、やりたがるけどっていう、はい、このピグマリオンプロジェクトというのは、はい、人間の行動やパフォーマンスが期待や予期する信念に影響を受けるというアイデアを指します。この概念は人々の期待や信念が他人の振る舞いや能力に影響を及ぼすことを意味しています。具体的には他人からの高い期待やポジティブな評価が受ける人の自己評価や行動に好影響を与えるとされる。この概念ピグマリオンプロジェクトは心理学の分野では広く研究されており、教育者や上司、権威的な人々が学生部下に高い期待を示すとその人たちのパフォーマンスが向上すると言われていますと、はい、そういう実験があったりしますよね。あ、なるほど。これでも親にはそういうことをやるなって言ってるんですよね。まあ、ピグマリオン効果自体は、あ、いいことなんですけど、いいことというかそういう実験がありますよって言うんですけど、はい、最近はまあそういう効果はないって言われてる。で、はい、やりましたね、はい、前に、はいはい、あれってなんかもう何十年30年とか40年とか前に、はいはい、まあ、どっかの有名大学かなんかが、はい、この子の DNA を検査したらとても優れてるこう遺伝子が見つかったみたいなことを先生に教えると、はい、先生が熱心に教えてその子の成績が上がったみたいな。なるほど、はい、